はい、どうも、こんにちは、フーガです。今回は2013年最後の実況動画を撮っていきたいと思います。レフトフォーデッド2を最後にしようと思ったんですけど、まあなんか物足りないかなと思って、まだね、時間もあるんで、つか暇なんで 暇なんで、ちょっと撮っていきたいと思います。モードはキルコンフィールドで、マップは奥種、ね、奥、奥、お、まあそんなことはどうでもいいんですけど、今回使っていく武器は AK12?12?AK12 よ。やっぱね、どのシリーズ行っても AK がつくものは強い。安定して使えるから、まあ、中武器というか強武器とか言われてもね、仕方ないとは思いますけど。じゃあやっていきましょう。今ね、経験値2倍なんでね、張り切っていきたいと思いますよ。ドックタグ、こういう時にキルコンはね、ほんといいんじゃないかな。ちょっとガソリンスタンド破壊しておくか。ほら、ドガーンってね。はーい 破壊しただけ、何にも起こんない。と、やべえ、なんか今ピカッて光ったから。よし、あれ、もうリスイッチ変わってんのか。いやー、でもあの人は裏取りがうまかったのか。うまかったー。怖えな、どこにいるんだろう。いや、待て待て。いや、待て。危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、もしかしたらこれがちゃんとしたプレイ動画 最初かな、多分。感染とかばっか言ってたんで。ダメだー。ちゃんとしたこうやって自分の武器使うやつは多分初めてじゃないかな。なんなんお前。よいしょ。リロードかっこいいね、やっぱ。よし。ドッグタグはあんま取らないかな。取れるんなら取りたいけど。屋上にあるのはさすがに取れないな。もう早草だったね、今。よし、これ待って。これ怖い、どこから来るか。敵がどこにいるんだろう。このバスのとこかな、やっぱり。怖え怖え怖え。どこにいるんだろう。2階とか怪しいよ。うわ、ハインドかよ。マジか。これはもう、イモールしかないな。怖え怖え怖え。あー、穴開いてるくね。穴開いてるくね。マップが分かんないとなると、さらに厳しい。やべやべやべ。出ちゃいけん出ちゃいけん出ちゃいけん。いるないるな、あそこいる。なんか浮いてる、なんか浮いてるけど。いるな、出てこいや。怖え怖え。どこ行けばいいんだ。やべやべやべ。自滅アシスト。何やってんすか。よし、来た。いやー、マジか。リロードができる。ヘリ長くね。めったにヘリなんて出ないからあれだな。スティンガー系とか持ち歩く人はいないのかな。少ないっていうか。よし、来た。ダメだ、すげえ荒ぶってる。は？ああ、ああね、そういうことか。よし、来た。
行くぜ。ダメだー、当たったんだけどな。相手も AK か。サットコムアップリンク確認。ここら辺に適当にフラグ投げとく。いないか。めっちゃ突っ込んだんだけど大丈夫か。ぐるぐる回ってる、ぐるぐる。敵のサットコムを発見。こっちか、こっちいいのかな。消えたー。タグ取りたかったな。友軍サットコム起動。上登ったね、上登った。すーげえ見えた、すげえ見えたけど。よし来た。何あれ、何あれ、何だ、マニアックってなんだよ。危ねえ危ねえ。よし来た。味方ごめん、おとりにさせてもらったわ。マジか、マップ結構見てたからきついな。よし来たー。やっぱ来たか。バレるな、あそこは絶対人来る。上いるな、上、上行こう。気づかれませんように、気づかれませんように。来たー。サットコンあったからビビったわ。飛んでけー。よし来た。こっ、おーっと届かねえ。いたな、いたな。いやー、いやー、あ、ワンちゃんいたな、ワンちゃん。サットコール、ごめんね、ごめんね、ごめんね。極力犬は殺したくない。サットコムが破壊された。サットコムレディ。いやー、いやー。無理だ、無理だ。あー、負けた、チームを再編成しろ。負けた。個人的にはうわー強いな、相手は。数十キロ力が、何これがマニアックってやつ。ジャガーノートみたいだね。今回は終わりたいと思います。まあ最後にふさわしいスコアではないと思いますが、これでね2013年の実況動画を終わりたいと思います。あと一つね動画残ってるんで、そちらの方も見ていただければ ありがたいと思います。はい、まあ来年もまあやっていくんですけど、うん、今いろいろね、まあ一つ新しいの考えてるんでお楽しみに。それでは皆さん良いお年を。